こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日ははんぺんのお吸い物を作ります。材料です。はんぺん、しいたけ、吸い口に三つ葉と柚子、塩、お酒、白だし、京都の七味唐辛子。材料はこれだけです。はい、始めましょう。しいたけの石突きを取ります。軸の部分もいいお出汁になりますので使いましょう。一口大に切りました。三つ葉です。お湯が沸いてきたのでしいたけを入れました。お酒です。白だしです。お塩です。ちょっとお味を見てみましょう。やっぱりお醤油数滴落としましょう。今日ははんぺんなので白だしと塩でいいかなと思ったんですけれども、やっぱりちょっとお醤油が必要ですね。少しだけ入れます。お醤油の力はすごいですね。味が決まりました。それでははんぺんを入れます。はんぺんは魚のすり身、卵白、山芋などで作られています。はんぺんに使う魚はサメやタラなどの白身魚です。魚の血合いや脂肪をきれいに洗い流してから加工をするので真っ白なはんぺんになるそうです。はんぺんは室町時代の料理書にも残されていることから、1500年代の中頃には存在していたと思われます。戦前は主に関東周辺のみで食べられていましたが、戦後は全国に白いはんぺんが定着いたしました。名前の由来は諸説あります。現在の静岡駿河の国の料理人半平という人が初めて作ったので、半平がなまって半平になったという説があります。出来上がりました。三つ葉を入れます。柚子、三つ葉と柚子の香りにふとお正月のお雑煮を思い出しました。
夏に京都で購入した七味屋さんの七味です。いただいてみましょう。ふわふわのはんぺんに三つ葉と柚子、そして七味唐辛子のいい香りがします。体が温まって優しい味わいのお吸い物です。どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。